本日6月19日深夜1時15分頃に楽天証券を開くとはい、こんな感じで楽天キャッシュで積み立てができるようになっていました。ここの積み立て設定をクリックするとこういうのが出てきます。ここで変更に進むをクリックすると今、クレカ積み立てを設定している人は楽天キャッシュ決済に変更することができます。 今日はそのやり方と細かい仕様を説明していこうと思います。それでは変更に進むをクリックします。変更するものがこれで問題なければ次へをクリックしましょう。楽天キャッシュ決済の設定へをタップします。ログインを求められたら ID とパスワードを入力してログインをしましょう。楽天キャッシュのオートチャージの設定をしていきます。楽天ギフトカードを買うっていう人もこれはしておいた方がいいです。 もし万が一楽天キャッシュが不足していると積み立てができなくなってしまうのでこれはしておいた方がいいと思います。規約に同意してチャージ方法を設定するをクリックしましょう。チャージするクレジットカードを選択して設定するをクリックします。セキュリティコードを入力して次へをクリックします。ここでは維持しておきたい楽天キャッシュの残高の金額を入力します。 一時間に一回残高をチェックして、設定金額が下回っていると、自動で不足金額分をチャージしてくれます。楽天キャッシュで積み立てをする額が5万円ですので、ここを5万円以上にキープするにしました。ここの、投資に積み立て額と同じにするのがいいと思います。ちなみに、この画面に来たら、ここの額と同じ額が最初から入力されています。上記金額で設定するをクリックします。これで設定が完了しました。 楽天証券ページに戻るをクリックします。あとは取引暗証番号を入力して変更するをクリックしましょう。これでクレジットカード決済から楽天キャッシュに変更されました。楽天キャッシュでの初回積み立て予定日が8月1日となっています。積み立て設定一覧に戻りましょう。ここをクリックします。楽天キャッシュになっていることが確認できるかと思います。楽天カードが毎月0円で、 楽天キャッシュが毎月5万円になりましたね。ちなみに、楽天カードも5万円まで積み立てをすることができます。今回、クレカ積み立てから楽天キャッシュに変更をしたので、楽天キャッシュの積み立て日が1日になっていますけど、楽天キャッシュは積み立て日を1日から28日の間から選ぶことができます。試してみてできなかったのは、積み立て兄さんの講座を毎日3000円ずつくらい 購入するっていうのはできませんでした。同様に特定口座もできませんでした。ただ、同じ楽天キャッシュでの買い付けでも、積立 NISA と特定口座の買い付け日を別にすることはできました。1日と15日で分けたら分散できていいかもしれませんね。あと、楽天キャッシュ決済ではボーナス設定はできません。あと、楽天キャッシュ決済を使う時でもポイントを使うことができます。 今日は楽天キャッシュ決済が始まったということで急遽動画を撮りました。もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。